ます。お砂糖を加えて、直線的に卵がまったりするまでよく混ぜます。牛乳を加えます。好みで豆乳を使っていただいても大丈夫です。そうしたらこの計量カップに卵液を戻します。そうすると型に入れやすくなります。はい、ペーパーが二重に敷いてあります。そして型に小さじ半分ずつですね、コーヒーを入れます。そしてここに卵液を注ぎ入れて、時間が経つとコーヒーが溶けるのでしばらく置いていただいてもいいですけども、今日はこのまま焼きます。一つずつアルミホイルで蓋をして、そしてここに熱湯をこの天板の深さ1センチぐらいまで注ぎます。そして150度のオーブンで25分から30分焼いてください。今日は卵がちょっと小さめだったので焼き時間を35分にしました。もし卵がL玉でない場合は牛乳の量を減らしたり、あと焼き時間を少し長めに様子を見てください。焼き上がりはこんな感じでフルフルっていう感じで、これで焼けてます。よく冷やして召し上がってください。